皆さんこんにちは、谷正樹です。今回は、バンカーショットで、短い距離と、長い距離の、打ち分け、どういう風にしたら、一番、効率よくシンプルに打てるかという、打ち方の説明をしていきたいと思います。で、まずこの、10ヤードと、30ヤードぐらいが打てたら、あと例えば40、50になったら変なしクリーンに打っていけばいいと思いますし、もしくは、クラブを、変えて打っていくっていうのも手だと思います。でまず、短い距離10ヤードっていうのは、どうすればいいかというと、まず飛ばさない設定っていうのをしておくのが重要なんですね。で、それは何かというと、クラブフェースが開けないっていう方はちょっとまず開く練習からしていかないと、どうしても10ヤードっていう距離は止めることができないと思います。なぜならばクラブフェースがスクエアな状態で打つと、どうしても、スピン量がかかりづらくなるだとか、球の高さが出づらくなってしまって、どうしてもこうランが出ていってしまうんですね。だから10ヤードとどうしてもこう先転がっていっちゃって寄らないというふうになってしまいますので、これはですね、もうフェースを開く練習を徹底的にしていただきたいと思います。でそのフェースの開く量的には、通常の、スクエアの状態よりもやっぱ45度ぐらいこう開いていただくと。で45度ぐらい開いた状態で、球は45度開いていても45度右に行くわけではないんです。どん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 球は上に上がっていくと思っていてください。で、それをまずは練習場なんかで低いティーアップして、どんどん打って鳴らしていくと、その球がどんどん上がってきますから、それを練習すると。でそれから飛ばさないためのもう一つの策としては、やっぱりこう短く持つ、僕なんかもう10ヤードだったら本当にグリップのこう付け根ギリギリぐらいを持つような感じになります。こうですね、こう持つ。そして振り幅は感覚的にいくと、もう、クラブヘッドがもう肩まで行くか行かないかぐらいのところのイメージにしちゃいます。もちろんちょっと肩より上上がるんですけれど、イメージ、自分の中のイメージの中ではもう、肩から肩ぐらいまでのクラブヘッドの、位置ぐらいの感覚。そしてこの状態で、フェースをですね、開いてせっかく構えているのにインパクトからフォロースルーにかけて閉じていってしまったら、これ何の意味もないんですね。開いた状態で必ず終わらせる、フェースを返さない、開いた状態で終わらせてくる、これが結構、球を飛ばさないための秘訣になっていきます。で、この、打ち方を踏まえてちょっと、まずは10ヤード打ってみたいと思います。でスタンスの幅は、通常のバンカーと一緒ですね。フェアウェイウッドぐらいの、広さのスタンスの幅、それからちょっとだけ左足をヒートオープンにして短く持って、ボールは真ん中よりちょっと左で、少し重心を左に置くか置かないかぐらいにします。で、肩から肩ぐらい、という感じで、打っていくと球は高く上がってスピンが効くんで止まるかなと、っていうまず、10ヤードの短いバンカーの仕方ですね。で、次は、30ヤード、この30ヤードはですね、まず結構ねピンが先にあるわけです。これフェースが開いた状態で45度ぐらい開いた状態で、バンカーショットの適量の砂の量を取って打っていっても90ヤードぐらい、普通の例えば、60度の、僕は60度の今ウェッジ使ってるんですけど、60度のウェッジで90ヤードぐらい、芝から打った時に90ヤードぐらい、飛ばせる人じゃないとフェースを45度ぐらい開いた状態では球は物理的に届かないです。つまり何が言いたいかというと、30ヤードのバンカーショットで90ヤード飛ばないのにフェースが開いてもこれ飛ばないんですね、届かないんですね。どうするかというと、フェース面を、開かずにスクエアに持ってってあげる。でちょびっとだけ気持ち、僕は感覚的にフェース開くとどうしてもこうちょっとダウンブローにしたくなっていっちゃうんで、ちょっと、フェースを少し気持ちだけ開きます僕は。で、長さも、距離を出したいときは短く持ったら当然飛ばないですよね。ですからある程度の長さに持ってあげる、通常の長さぐらいですね。飛ばしたいとき、球をすごく上げたいときっていうのは基本的には長く持った方がいいです。転がしたいとき、球を遠くに飛ばしたくないときなんていうのは短く持ちます。
今回は飛ばしたいんでちょっと長く持つと。で、あとはですね、打ち方的にいくと基本的にはそんなに普通のバンカーショットと変わらないです。ただ僕の中では気持ち砂の量をやっぱ少し薄めに取っていきたいなと思うんで、気持ちハンドアップにさせるか、ちょっと、ハンドアップさせるためにスタンスの幅を少し狭くするとか、多少なり、アレンジをしていきます。僕はちょっとスタンスをいつものスタンスの幅よりもちょっと狭くします。そうすると体が少し起きるんで綺麗に、バンカーショットの適量の量を取りやすい。実際打ってみます。感じで打つと、比較的綺麗に、まあ、30ヤードも飛ばしやすくなってくるかなというふうに思います。でここで最後に、例えばサンドウェッジ、まあバンカーショットで使うサンドウェッジがどうしても、距離が例えば60ヤードしか飛ばないとか、まあ、女性とか非力な男性飛ばないっていう人は、いくらこれで打ってもやっぱり飛ばないんですよね。そういう場合は、54度とか52度とか50度とかどんどん番手を上げていっていただいて、だいたいデータ上9番アイアンぐらいまでは普通に意外と楽に出るんです。だ僕も例えば40ヤード50ヤードって距離が出てきた時はクラブをもうちょっと大きめに持ってって、例えばピッチングぐらいで打つ時もありますし、結構ねクラブを変えて上げていくと非常にね、バンカーって楽です。初めちょっと怖いんですけど一回打ってみるとすごく楽なんで、まあスコアとかあんまり気にしないね試しのラウンドなんかの時はぜひね、そういう、挑戦をしてみてもいいんじゃないかなというふうに思います。ぜひ試してみてください。